こんにちは武蔵野のシティニュースの松岡美由紀です寒い毎日ですが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野のシティニュース今回は1月下旬から全庫配布される気候変動対策をテーマにした冊子気候危機高い武蔵野市民エコアクションについて取り上げますまた消費生活講座 プロが教える手作りおせち料理と、昨年の秋に実施した市政アンケート調査の結果速報についても併せてお届けします。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それでは最初の話題です。令和4年に開催した気候市民会議で話し合った内容をもとに作成した冊子、気候危機打開武蔵野市民エコアクションが 1>, 1月下旬から全校配布されています今回は環境政策課の菊池主事に冊子の内容や作成の目的などについて伺ってまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いします 1>, 1月下旬から全校配布されています気候危機高い武蔵野市民エコアクションは令和4年の気候市民会議で話し合った内容をもとに作成されたということですね はい、えー、気候市民会議は令和4年に武蔵野市が自治体として全国で初めて開催したもので無作為抽出などで選ばれた市民の皆さんが気候変動対策について話し合いました会議には幅広い世代の68名の市民の皆さんが参加し全5回にわたってテーマごとに話し合いを行いました。市ででは2050年までに 温室効果ガスの排出を実質ゼロにする2050年ゼロカーボンシティを目指していますがこの実現には市民ののの皆さんん協力が欠かせませまこの会議では市民の皆さんが気候変動対策の当事者として問題に向き合い気づきや行動変容につなげていくための具体的な行動について話し合われました。はい その時の話し合いの内容をまとめたのが今回の冊子ということなんですが具体的な中身を教えてくださいはい1月下旬から全庫配布する気候危機打開武蔵野市民エコアクションは B5 サイズの全34ページからなる冊子です冊子の前半には気候市民会議の開催の目的やそこで提案された気候変動対策のためのアクションを3つのテーマに分けて掲載しています また、冊子の後半にはこれらのエコアクションを実践するための手引きがまとめられておりエコアクション実践のためのヒント集としてそのアクションを実施する際に役立つ市の施策や助成金・補助金の制度なども紹介してい、はい、ます。は充実した内容で読み応えもありそうですが特に注目ししてほしいページはありま,すか、はいえー、まずは3ページと4ページにまたがって掲載しているイラストをご覧いただきたいと思います。 これは気候市民会議で話し合われた内容をもとに2050年ゼロカーボンシティとなった武蔵野市をイメージして描いたものです例えば建物には屋上緑化や壁面緑化が整備され一般の住宅でも太陽光パネルが普及するなど自然エネルギーが活用されるようになっていたり街中では電気自動車やレンタサイクルが普及し広場では地場産野菜を販売する 地産地消マルシェが開かれていたりします。また、譲りたいものと譲ってほしいものの情報を掲示する。武蔵野エコボや生ごみを堆肥にするコンポストが設置されるなど、廃棄物を減らした循環型社会のイメージが描かれています。はい、こうやって町全体がイラストになっているとイメージがね。みんなで共有できていいですよね。はい、その他にはいかがでしょうか？はい。 5ページから10ページにかけて掲載されている武蔵野市民エコアクションのページには3つのテーマの中から特に人気があり CO2 削減効果が高いエコアクションが掲載されています。例えばテーマ1の「物を買う、使う、手放す」ではゴミの分別や食品ロスの削減環境に配慮した製品やサービスの選択といったアクションを紹介しています。またテーマ2の「 動く働く遊ぶのページでは CO2 削減に配慮した運送方法の選択やカーシェアの活用テレワークやリモートワークなど移動や輸送に関することがテーマ3の「住まいのエネルギー」のページでは節電や節水再エネ電気への切り替え窓や壁などの断熱リフォームなど住まいの中で取り組めるエコアクションを紹介しています。 また15ページ16ページでは市の温室効果ガスの排出状況について現状と目標を紹介しています。2030年度には温室効果ガス排出量を53%削減することを目標としておりそのためには1人当たりおよそ 800kgCO2 の削減が必要です。エコアクションでどの程度削減効果があるのか星マークで表記していますので ぜひ参考にしてみてくださいはいえそして後半のページにはそうしたエコアクションの具体的な実践方法も載っているんですよねはい例えば環境に配慮した製品をについてはどのような製品が該当するかとともにそれらの製品についている環境ラベルの意味や種類を紹介していますまたカーシェアの活用では自動車を保有する代わりにカーシェアを活用した場合の CO2 の削減量と年間費用の比較が具体的な数字で掲載されていたり省エネ家電に買い替えると年間どれくらいの CO2 削減と節約効果があるかといったことや家での節電でどの程度節約につながるかなどお得な情報も詳ししく紹介しています、はい、エコアクションというのは環境負荷を減らすだけではなくて家計にも優しいということですねそうですね。うん 家庭の CO2 を減らすことで家計の負担も減り節約にもつながります。また今はこうしたエコアクションに対する助成制度や補助金も充実しており、この冊子でも一覧で紹介しています。例えば市では薄いタンクの助成金や太陽光パネルの設置、断熱窓へのリフォームに対する助成金などさまざまなメニューがあります。昨年10月からは 800キログラム CO2 を達成できるアクション「再エネ電気に切り替える」を後押しする制度として自宅の電気を再生可能エネルギー100%のプランに切り替えた方へ2万円の協力金を支給する家庭向け再エネ電気切り替え協力金も実施していますのでぜひこうした制度も活用して気軽にお得にエコアクションに取り組んでいただければと思います、はい。 節約やお得にもつながるエコアクション、ぜひ積極的に取り組んでいきたいですね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。気候危機高い武蔵野市民エコアクションについては、1月15日号の四方に掲載しています。詳しくは環境政策課までどうぞ。それでは次の話題です。吉祥寺二葉栄養調理専門職学校で、 十二月二十日消費生活講座プロが教える手作りおせち料理が開催されました日本の伝統的な食文化であるおせち料理の作り方をプロから教わることができると毎年好評のこの料理教室講師を務めるのは高級料理店に勤務され現在は 吉祥寺二葉栄養調理専門職学校で主任講師を務める杉浦先生ですこの日はおせちの定番である紅白生に田作り、伊達巻きなど全8品を作りますおせちは本来季節の節目を祝う特別な料理を意味しています現在は新年を祝う料理として親しまれており黒豆は健康を 歌作りは五穀豊穣を、紅白ナマズは平和と平安を祈願するなど、そのひと品ひと品に意味が込められています。教室では、おせち料理の歴史や意味についての講義も行われ、熱心にメモを取る参加者の皆さん。調理実習では、杉浦先生がプロならではの丁寧で細やかな手仕事を披露しました。この日は、 24名の市民が参加し、グループに分かれて調理を体験。およそ1時間半ほどで、8品のおせち料理が完成しました。完成した料理は、正月用の器にきれいに盛り付けされ、その出来栄えの美しさに、参加者も大満足の様子です。最後は、参加者全員での試食タイム。プロの技を生かしたおせちに舌つづみを打ちながら、 一足早くお正月を楽しみました。それでは続いての話題です。昨年9月から10月にかけて行われた市政アンケート調査の結果速報がまとまりました。今回の市政アンケート調査は、市内に居住する全世帯を対象にアンケートはがきの配布・回収、インターネットでの回答の両方で実施、 アンケートは重点的に進めてほしい施策と評価できる施策を十八項目の中からそれぞれ三項目選択してもらう形式で行われました。集まった回答は全部で五千五十五通です。重点的に進めてほしい施策については安心安全なまちづくりを挙げている人が最も多く、全体のおよそ四割を占めています。 ついで多かったのが高齢者福祉そして自転車対策ですなお年代別で見ると20代30代からは子ども子育て支援を70代以上では高齢者福祉を重点的に進めてほしいという声が多く寄せられましたまた評価できる施策については健康づくりが最も多くついで 市民活動・文化・障害学習支援・自転車対策といいう結果になっています年代別では50代から70代が健康づくり40代が自転車対策30代が子ども・子育て支援20代が市民活動・文化・障害学習支援について評価できると回答された方が多くなっています。 なお今回の市政アンケート調査の結果速報は1月15日号の紙方に掲載、詳細をまとめた報告書は3月に発行予定です。詳しくは市民活動推進課までどうぞ。それでは最後に武蔵野市からのお知らせです。市は令和5年12月1日時点で 世帯全員の住民税が非課税である世帯などを対象に、1世帯当たり7万円の支援給付金を給付します。対象世帯には1月下旬ごろから順次世帯主宛に支給のお知らせ、または確認書を送付します。確認書が届いた方は4月30日までに返送してください。お問い合わせは、 価格高騰重点支援給付金コールセンターまでどうぞ3月17日に京南ふれあい広場で開催される青少年たちの野外パフォーマンスライブ青少年パフォーマンス発表会2024の出演者を募集しています対象はメンバー全員が中学生以上の青少年で事前ミーティングに代表者1名以上が参加でき 当日午前10時から午後6時ごろまでイベントに参加することが可能な個人または団体。定員は10組で、参加費は無料です。参加を希望する方は、2月9日までに武蔵野プレイス地下2階に参加申込書を提出してください。申込書は、E メールでも受け付けています。お問い合わせは、武蔵野プレイス青少年活動支援担当までどうぞ。 いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野シティニュース。1月20日からは大寒。1年で最も寒さの厳しい季節。体を温めて風邪をひかないようにお過ごしください。それでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに。